おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回は衆議院選挙結果、自民単独絶対安定多数なるも波乱の選挙区も、小選挙区で敗れた甘利氏幹事長職を辞任の意向、立憲民主党辻元副代表落選です。まず議席配分で安定度の目安を見ておきます。過半数は233議席、安定多数は244議席、絶対安定多数は261議席、憲法改正に必要な3分の2は310議席です。今回の投票率は前回から微増の 55% にとなり、小選挙区制での投票率低迷が続いています。票を投じたい候補が選挙区にいなければ棄権してしまうのかと思います。そろそろ中選挙区制に戻した方がいいのではないかと思います。衆議院選挙で自民党が単独で絶対安定多数の261議席を確保、自民党は15議席減ですが勝利と言えるかと思います。公明党は32議席と3議席を増やし勝利、自公与党で293議席の絶対安定多数を確保しました。与党の勝利と言えますが、甘利幹事長が小選挙区で敗れ比例復活するなど波乱の選挙区も多くありました。また維新が大きく勢力を拡大し41議席を獲得しました。維新も改憲賛成派ですので合計334議席で、憲法改正に必要な310議席を上回り、憲法改正は実現可能な勢力分布となりました。岸田首相の掲げる任期中の憲法改正が現実味を帯びてきました。まず全体の当選者数を見てみます。自民261議席、公明32議席、立憲民主96議席、共産10議席、維新41議席、国民民主11議席、れいわ新選組3議席、社民1議席、無所属10議席となりました。次に注目すべき選挙区を見てみます。自民党の甘利幹事長が立候補していた神奈川13区、大波乱が起き、まさかの甘利幹事長敗北です。比例復活とはなりましたが、甘利氏は幹事長職辞任の意向を表明されました。こうなると次の幹事長は高市早苗さんしかいないように思いますが、岸田総裁がどのような人事をされるのか注目したいと思います。自民党の石原伸晃元幹事長が立候補していた東京8区、石原氏の健闘むなしく立憲民主の吉田氏に敗れました。比例復活もならず議席を失いました。中国非難決議で奔走され、公明党の支持を得られなかった長尾氏が立候補していた大阪14区、長尾氏の健闘むなしく維新の青柳氏に敗れました。比例復活もならず議席を失いました。女性差別発言だと叩かれた杉田水脈候補は中国比例ブロックで無事当選しました。立憲民主党枝野党首の立候補していた埼玉5区、激戦となりましたが枝野氏が逃げ切りました。立憲民主党の元総理菅直人氏が立候補していた東京18区、指定対決を制して菅氏が逃げ切りました。立憲民主党の安住国会対策委員長の立候補していた宮城5区、自民の新人森下千里氏の猛追求バス安住氏が逃げ切りました。立憲民主党党首の辻元副代表が立候補していた大阪10区、当選確実と見られていた辻元氏が維新の池下氏に敗れました。比例復活もならず議席を失いました。立憲民主党の大物小沢一郎氏が立候補していた岩手3区、小選挙区では自民の若手藤原氏が小沢氏を撃破、小沢氏は比例復活となりました。スキャンダルで知事を辞職し無所属で米山氏が立候補していた新潟5区、なんと米山氏が知名度を生かし当選してしまいました。れいわ新選組の山本太郎氏も比例東京ブロックで当選してしまいました。やはり知名度は大事なのですね。
今回の選挙では野党共闘が成立し、立憲民主と共産の議席がどう変化するのか着目していましたが、結果を見れば野党協力むなしく、立憲96議席、共産12席と共に選挙前から議席を減らしました。立憲民主党の共産党との閣外協力の約束はかえって立憲民主の議席を減らすことにつながったようです。もっとも野党共闘がなければ立憲民主党はもっと議席を減らしていた可能性も高いので、慎重な情勢分析が必要だと思います。そして何と言っても悔しいのが、中国のジェノサイドに関して非難決議に奔走された永尾隆議員が落選されてしまったこと。公明の支持がなければ自民は当選できないと証明した形となり、公明党の影響力が大きく残ることになるのではないかと危惧しています。維新が大きく勢力拡大しましたが、やはり大阪限定に近く、兵庫で立候補していた2名の方が比例復活です。大阪では自民の代わりの政党として認知されていますが、全国展開はできていないようです。自民党惨敗とのマスコミの予想は軒並み外れ、増減幅の上限近くまで自民が議席を獲得したことは、国民がマスコミの偏向報道に踊らされることがなくなったことを示しているのではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、よければチャンネル登録してやってください。